こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。台湾は中国との対立姿勢を示しています。香港の強引なやり方を台湾はずっと見ていたんです。米国もまた台湾へ武器輸出を次々と決めていますし、また台湾は軍備を最新鋭へと切り替える必要も出てきています。日本にも蔡英文総統が視察で来日している。その際に潜水艦の視察もされています。台湾では自主建造計画が今動き出しているんです。それも米国が超協力的に。今回はこの潜水艦自主建造計画最新版を見ていきましょう。台湾が進めている新型の国産潜水艦建造計画、通称 IDS 計画には多くの韓国人技術者が関わっていることが2020年5月韓国メディアによって公表されました。人々はその報道の論旨に注目したのです。台湾の潜水艦建造には中国が大反発していることは言うまでもありませんが、台湾は中国の一部と主張し続けていますから、韓国が関与しているということに危惧を感じているからです。台湾の軍事力強化を痛烈に非難している中国にとっては、台湾の計画に隣国韓国が関わるということが、自国との関係悪化になりかねないと不安視していると思われるのです。これから約2ヶ月遡った2020年3月12日、現地メディアの一つ台湾ウェホーの記事によると、韓国、日本、ドイツ、イタリアなどの多国籍の技術者たちが台湾入りしたということらしいです。この記事の内容を詳しく説明すると、台湾が進めている新型国産潜水艦建造計画の実施拠点は高雄市ですが、新型コロナウイルスが蔓延したために、各国の技術者たちの宿泊先が用意できなくなったというものでした。3月12日の韓国メディアの報道は、台湾ウェホーの情報が事実だったと、韓国自身が後を追い承認するような格好になったと思われますが、武器輸出を重要視している韓国であっても、お隣の軍事大国中国の顔色を伺わなければならなかったのでしょう。もし、これが日本だったら、そこまで直接的な表現にはならなかったでしょう。やんわりというか、回りくどい表現が日本には多いですから、直接的ではないけれど、それでいて、結果として中国にこびるような報道になる傾向があると感じられるので、韓国の報道は逆にとてもわかりやすい反応と言えるのも知れませんね。2018年8月、台湾メディアは、韓国の造船関連企業テウ造船海洋と、ヒュンダイ重工業によって構成された代表団が、台湾海軍幹部に、潜水艦建造の概要説明をしたというニュースを報じたことがありました。しかし、台湾のこの報道を、韓国政府は事実とは認めませんでした。理由は、やはり中国でしょう。
自国と中国との関係悪化を危惧したため、韓国政府の代表団であることを否定したと考えられます。世界的にも、これらの訪問は政府ではなく、あくまでも民間企業が独自に企業活動を行ったという形にしたかったと思われます。余談ですが、前述の現代重工業は言うまでもなく韓国最大手企業であり、世界でも有数の造船関連企業でもあります。2019年には大宇造船海洋を買収し、持ち株会社の傘下この2社を運営していく予定になっているそうです。といっても、この大宇造船海洋と現代重工業の2社は韓国海軍の潜水艦建造を手掛けている造船関連企業に違いはありません。それだけでなく、ドイツの214型潜水艦のライセンス生産や、ドサンアンチャン補給潜水艦を建造している会社でもあるのです。つまり、潜水艦建造にかけては、右に出る者がいないほどの企業と言えましょう。日本企業に例えると、当てはまるのは、海自の潜水艦を建造している三菱重工業と川崎重工業の2社でしょうか。韓国内の潜水艦建造分野では、最もノウハウを蓄積し、実績のある企業と断言できるでしょう。さて、台湾の潜水艦建造です。この建造計画には、日本の三菱重工業と川崎重工業をリタイアした技術者が関わっていると考えられています。別の意味では、現役の担当企業自体が関与することはできなかったと思われます。何と言っても、対中国政策というネックがありますから。しかし、ちょっと引っかかる点があります。新型国産潜水艦建造を受け負ったのは台湾国際造船ですが、この会社は高雄市に専用工場を設置しました。この工場で示した潜水艦模型のデザインが、海上自衛隊の総流型潜水艦に酷似していて、舵の形も同じ X 舵になっているという情報がありました。模型で総流型と似ている点を突っ込まれた新型潜水艦ですが、実際に設計を担当したのは日本の関係者ではなく、イギリスの飛び地であるジブラルタルに本拠がある軍事コンサル企業の GL 社だそうです。この GL 社には、イギリスで潜水艦の建造実務を経験した約30名の OB 技術者が雇用されていると言われています。そして潜水艦の兵装については、アメリカやヨーロッパなど15社もの企業が、参加する予定と報じられています。台湾の潜水艦建造計画では、一番艦の進水4年後の2024年末頃になるという見通しと言われていますが、合計8隻の建造が現在計画されていますから、台湾は長年の悲願だった国産潜水艦の誕生を待っている状態と言えましょう。この新型国産潜水艦の各データの詳細はまだ明らかではありませんが、潜水艦の大きさを示す排水量は水中で約2600トン前後と見られていますから、海上自衛隊の総流型の水中排水量、
約4200トンと比べてもコンパクトサイズと推測されています。通常動力型ですから、機関部についてもそう流型11番艦以降の艦と同様に蓄電池とリチウムイオン電池を搭載する形をとっていて、非待機依存推進機関を採用することは今回は見送りとなったようです。台湾は新型潜水艦1番艦の建造経費を約1800億円と考えているそうです。海自の最新鋭槽流型の建造経費は約690億円ですから、比較すると明らかに台湾の方が非常に高額であると分かりますね。しかし8隻すべてを建造すると経費はおよそ半額に下がる予定ということです。驚く計算ですが、これはたくさん買ったら負けてあげるよという商売人の計算なのでしょうか。台湾の行動に黙っていないのが中国です。長年の因縁のある中国は、台湾が新しく潜水艦を保有することを強く非難しました。自分たちは外国の批判を無視して軍備拡張を続けているのに、勝手な言い草だと思う人も多いはずです。中国メディアによると、潜水艦建造に成功するには高水圧に耐えられる素材や建造技術が必要だと指摘し、一朝一夕には静粛性を備える艦の建造は困難と推測しているようです。建造をスタートしてもそう簡単には出来上がらないだろうと、こうくくっているような論調ですよね。中国と違って台湾は活動範囲が周辺の海域に限定されています。というか、周辺から外に出ると中国海軍が追跡したりなどの嫌がらせをするので、周辺にいるしかないというのが現実だと思われます。ですから、そんなに深くまで潜る潜航深度性能を必要としていないのではと考えます。しかし、エンジンや行動音を低くする静粛性の重要性については、台湾はもちろん、中国も理解しているようだと改めて認識させられたことでした。